はい、こんにちは。日本改革徳津沢です。シュレッダー屋様、拓也様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。夕刊フジ、岸田政権が目論む退職金増税。現行制度だとですね、控除がいろいろとありまして、納税額は58万円だが、岸田が増税すると、89万円に30万円以上、1.5 倍ぐらいの税額になるみたいであります。これはですね、勤続30年、退職金2500万円の場合、58万円が89万円になる、ちゅうことらしいんですけれども、まあ、夕刊フジがその岸田が考える、目論んでいる退職金増税の解説をしておりました。一般反応です。働いたら負けー。こいつ、増税しかしてないよ。いね。国民が金を得ることを許さない男。金取ることしか考えてないやんけ。自民党マジに頭おかしい。働いてないお前らには無関係。税収過去最高なのに、なんで増税すんだよ。俺は自衛だから関係ないけど、これでもリーマンは自民に投票すんの？にちゃん、お前ら退職金もらえないじゃんっていう意見多数。働いてないであるとか、バイトであるとか、派遣であるとかいうことなのかな。そういえば、私ももらえる立場じゃなかった。ちゃんと退職金もらえるのは、まあ、公務員やら、大企業やらでしょうね。中小企業は、もらえるかどうかちょっとわかんないですからね。つまり、恵まれたものから取る、累進課税なんですけれども、公務員や大企業の人、不公平感がすごそうだな。公務員だって、大企業の人だって、それなりに大変なんだからさ、仕事は。退職金がその年の所得に加算されるとすれば、次の年の国保税や住民税額がとんでもないことになってきますね。58万円から89万円ぐらいに上がるなんて言うんじゃ済まないですけどね。退職金もらってですね、年収が3000万円ってなった年があったとするとですね、次の年に税金だの、年金だの、住民税だの、国保税だのを約1200万円納めないといけなくなる。次の年は毎月100万円ずつ、納めないといけない地獄ですね。上には上がおってですね、年収1億円の人はなんやかんやで5000万円消失するみたいであります。手取りが5000万円になっちゃう。公金中中で美味しい思いしてる連中が憎いでしょうね。さぞかしね。退職金増税の理由として、雇用の流動化。つまり、一つの企業にしがみつくんじゃなくて、勤続年数長ければ長いほど有利に控除されますんで、それなくして、流動化したい。終身雇用をぶっ壊すっていうことらしいんですけど、これも新しい資本主義の一環なんでしょうか。そうなったらそうなったで、外資みたいにですね、簡単に解雇できるが、給料は高額を受け入れないといけなくなるけど、外資ってそうなんですね。まあ年収2000万ぐらいもらえたりするんですけど、ツイッターで大量解雇、職員社員3分の2を簡単に首切りましたよね。まあ高いんだけど、そのプロ野球の球団のような考え方で戦力外通告っていうのをされまして、まあお前いらねえってね。ただその代わり何千万ももらえるプロ野球ですと。まあそういう外資の働き方、を考えないといけない。受け入れないといけないですけど、それどうなんでしょうね。それと親方日の丸の公務員は流動化せんだろ。これもどうすんのかな。どうせ何にも考えてないんだろうな、とは思いますけれども、この男から真剣さや信念を感じたことは一度もない人物ですからね、岸田総理は。財務省のですね、自分の退職金が減っても増税したいって執念が恐ろしいですよ、私は。まるでですね、いくら食べても満足しない地獄のガキのようだな。自分の手も痛いが人を殴りたいっつう、サイコパス風味っていうかね、まあ、とにかく恐ろしいです。最近は岸田総理、人形のような感情のない顔になってきましたね。これ、明らかに、なんかぼーっとしてるな、表情がふぬけてるな、思うんですけど、7月8日、岸田総理、安倍総理の意思を受け継ぎ、7月9日、
岸田総理、ブラジル人はビザ免除するわ。全然引き継いでねえんですけど、一般判断。こいつはほんまに。財務省と経団連の会議、また生活保護目的かな。ブラジルギャング恐ろしいぞ。不法滞在と不法就労が増えるだけどんどん治安が悪くなっていく。全然安倍総理の意思受け継いでないっすね。それどころか功績全部ぶち壊す勢いの岸田総理ですね。日本人がブラジルでビザ免除になる取引バーター相互主義の結果みたいなんですけれども、ブラジルにノービザで行きたいって日本人そんなにいるか。それより圧倒的に日本に行きたいっていう、働きにっていうブラジルの方が多いんじゃねえのかな。経済界の要望でこうなったそうなんですけれども、まあ労働力の輸入が目的なのは明白ですね。今でさえ実質賃金14ヶ月連続低下なのに、輪をかけて日本人の賃金下がっちまいますよ。なね、労働力輸入してたらさ、だって需要と供給の関係で決まるでしょ、単価って。経済界バカだから、目先の賃金節約できればいいんだろうけど、労働力輸入が常態化しますと、まあお前らの子や孫も低賃金に苦しむんだな。外国人の労働力輸入しっぱなしだったらそうなるでしょ。子や孫は全員ですね、給料出す側経営側に永遠に入れるわけないだろうが、何十年もですね、法人税上げんな、金が足りなきゃ他で増税してくれっていうとんでもない主張を繰り返す経団連、自分さえ良ければあとは野となれ経団連、バカですね。数年前はですね、外国人労働者を1000万人輸入してって政府に提言してましたよ。安倍総理がそんなこと許すはずもなかったわけなんですけど、バカの岸田だから、バカの経団連といいコンビでこれやっちゃうかもしんねえな、ひょっとしたらな、心配しております。7月8日立憲泉健太、野党で衆院選候補を一本化しよう。玉木雄一郎民民代表イヤロス、共産と組む、共産と組む政党とは一切協力しない。つまり立憲とも協力しない、社民とも。社民は、消えてなくなるからいいのか。一般判です。野党の空中分解すげえな。共産と組まないという姿勢は正しい。立憲共産には絶対入れないって人多いから。連合も敵に回して共産と組んだのはまずかったよな。組めるほど意見が合うなら政党が違うのは不自然だろ。組めるほど意見が合うんだったら、もう合併しちゃったらいいんだねえのか。勝ち目がない選挙区でも候補立てたら比例にプラスに働くし、ポスター貼ったりなんだりできますからね。民民は玉木以外が何やってるかわからないところが、立憲の岡田克也幹事長、共産に限らず自民党の数を減らすとの対局観に立って調整を進めたいと語ったそうであります。自民の数を減らすのは対極観なんだって。生活が第一とか言ってたくせに福祉頑張るとかじゃないのね。自民党を減らすのは存在理由になっちゃってんのね。岡田は与党だった時も経験してんのに、そんなんだから共産と弱者連合するまで落ちぶれたんじゃないですか。そういうとこじゃないですか。これやります。日本改革党の信念っていうか、スローガンっていうか、日本人による日本人のための政治。子や孫に今よりいい社会を渡したいっていうのが日本改革党の、スローガンっていうかですね。そうじゃなくて、自民を減らしたいっていうスローガン掲げてるんだ、立憲は。だからじゃないですか、そんな落ちぶれちゃう。民民は玉木以外何してか分かんないところが、まさにその通り。玉木は民進党が民民になってから多少正気になったみたいですけど、他がね、大塚、一流売国土の大塚公平なんかもいるし、民進党時代は立憲と一緒になって国会18連休とかやってた仲間だし、いまいち信用できない。豊島区議会議員で民主党、民進党、
民民党って変わった長野っつう女性議員いるんですけど、性格悪い土佐よくでこいつ、なんだかいつも偉そうにしてて、前回の豊島区長選にですね出て区議会議員辞職したんで、今浪人中なんで、次の衆院選にあの民民の看板書って豊島区で出るのかな、予想しておりますけれども、パヨ行動原理、論より大声、嫌がらせ、最後は暴力、沖縄県平和委員会、誰何者が那覇駐屯地に迷彩服着て通勤すんな、要望書提出、さらに自衛隊反対勢力の事務所付近を通る場合は私服通勤許可規定に対してですね、まあ制服着て通勤しろっていうのが通常デフォルトなんだって、そんで反対勢力事務所を通んなくちゃいけない人は私服でいいや、嫌がらせされるんでしょうね、まあ自衛隊員だってわかるとね、住民を警戒し敵視する反国民軍の性質だなんて批判したそうであります。迷彩服着てほしいのか着てほしくないのか、住民なのか国民なんだが、なんか尻滅裂だな。さすがバカで幼稚だと底辺が、バカで幼稚な底辺がパヨるっていう法則通りだな。一般判断、沖縄県平和委員会って何者、何着ても文句言うんだよな。お前らが自衛隊を敵視して危険だからこうなってんだろ、抗議してるやつの国籍公開して自衛隊の敵の事務所があるんやな。つまりこいつらは通勤中の隊員や隊員家族に嫌がらせしてるってことが、制服着たら詰め寄る気違いがおったからでは、迷彩着ても文句、私服着ても文句、いい加減にせえ。お前らが自衛隊を敵視するからやん。敵視してる奴らを敵視するのは当然。俺らは敵視するが、お前らは敵視しちゃダメって勝手すぎる。沖縄平和委員会は、自称会員数1万8000人の日本平和委員会沖縄県支部みたいであります。本部にホームページ、ホームページはありました。本部は、東京都港区芝 1-4-9 平和会館4階でありました。で、活動内容も書いてありました。減水金世界大会に参加、外国軍事基地撤去国際ネットワークに参加、まあ日本で言ったら米軍基地しかないですよね、それ撤去したいんだって、基地反対運動、九条支守、日米同盟破棄、平和新聞発行月3回、月刊平和運動発行、友好団体として全日本学生自治会総連合共産系ですね、安保破棄中央実行委員会、安保破棄、日米同盟ってことか、減水金、全国商工団体連合会共産系ですね、全日本民主医療機関連合会共産系ですね、新日本婦人の会共産党婦人部ですね、農民運動全国連合会、これ成田闘争とかやってたところですね、日本民主青年同盟通称民政、共産党青年部ですね、自由放送団、日本科学者会議、学術会議とはまた違うところあんだな、日中友好協会、憲法会議、日本ユーラシア協会などなど、ホームページ載っておりました。総係分と高田健、菱山直子の街頭活動に番犬として付き従うのが自由放送団、赤の弁護士なんかがすぐ訴える訴える言って、ガードしてるんですね。友好団体から、判断するに、まあ平和委員会っていうのは要するに日本人は抵抗せず殺されてるっていう外観誘致主義者どもの集まりでしょうか。こういう連中がですね、協力し合うときに掲げるのが、連帯と。友愛、連帯、連合、なんかユニオン。嫌な響きになっちゃいましたね、これね。自宅周辺に自衛隊に反対する勢力がいて、家族の安全に懸念が生じていたり、これもそういう嫌がらせあったってことでしょう。怒鳴られたり、詰め寄られたり、あるいは殴られたり、普通に犯罪者やんけ。平和を掲げるやつ、ろくなのいないの法則。しかも住民か国民か、はっきりしろ。迷彩規定欲しいのか欲しくねえのか、はっきりしろ。日本語の通じなさ。こいつらがやってることは平和活動じゃなくて、防衛妨害活動です。
ツイッターその他で感じる何言ってんのこいつ感、会話の通じなさについてとある医療従事者さん、まあ、あのこの平和委員会もそうなんですけど話通じねえな、とある医療従事者さん医療従事者は知能が低い人がどんな考え方をするか知っておくことが大事だよ。死亡リスクが高いんで定員調整中ですみたいな説明すると、死亡リシュークが高いんで定員調整中ですみたいな解像度だから、彼らの中ではちゃんと、彼らにはちゃんと死にそうだから病院帰る準備してますって言わないといけないよ。厚労省によれば IQ70 以下は知的障害者とされ108万人 0.9% いるそうです。IQ70 から85は境界知能者と呼ばれ1700万人 14% いるみたいであります。つまり6人から7人に1人が IQ85 以下、結構いますね。つまりクラスで言ったら3、4人いるってことなのかな。まあ3、4人いるですね。いくら勉強しても成績振るわない方、症状、学業不振、まあそりゃそうだな。2本329円と4本398円どっちが得かパッとわからない、商品の名前が覚えられないなどなど、あとですね、普通のお店とかで働くのが難しいんで、まあ自覚してる女の子ですよ。私は境界知能であると自覚している女の子のツイート見たことあるんですけど、私は普通のお店とかで働くのが無理なんだ、だから風俗で働いてんだけど風俗がなくなったら本当に困るんだと、いうようなツイートをしてたことがあって、なるほどなぁ、職業に寄せんなしとは言うものの、まあそういう事情もあんだわな。健常者が来てほしいのか来てほしくねえのかおめえらよ、疑問に思う沖縄平和委員会の言い草もですね、死亡リシュークが高いんで定員超成中ですみたいな日本語解像度と思えば合点がいきますね。立憲と共産と令和がですね、どんな変なこと言っても岩盤支持者が離れないのは日本語理解してないからかもしれないって思い当たりました。14%、15% は結構多いもんね。6、7人に1人。で、1700万人いるっちゅうから、これ、票としてはすごい票でしょ。自民党の比例票だってこのぐらいだったんじゃなかったっけ？公明党の比例票が618万ぐらいだっけな。共産党の比例票300万票ぐらい。この人ら全部持ってこれたら、与党になれちゃいますね。これはバカ狙いっていう戦略も正しいんだよね。その令和とかのさ、思っちゃいました。日本改革と政策報告会っていうか、会合、まあ、話し合い、質疑応答がメインなんですけども、提案も受け付けます。ああやったらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないか、みたいな、会合を7月15日、新橋で、29日、代々木で開きます。皆さん、来てください。別に事前、連絡とか必要ありませんので、いらしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。